こんばんは、しょぼうです。文具と生活第125夜です。今回はトラベラーズノートのゴムバンドのデコボコをどうにかしたかっただけなのにというお話です。トラベラーズノートのゴムバンド、こちらね、この周りのゴムバンドですよ。これのこの内側あえて今開きませんけれども、この内側の結び目、団子になっている結び目が書いていて気になる、デコボコしているというのをどうにかしたいと思っておりまして、まあ皆さんいろいろね工夫されていると思うんですけれども、一番有名なやり方、こちら、結び目を外に持ってきてしまう。今回ね、この動画用にちょっと結び目を変えておりまして、中はどうなっているかと言いますと、ここか、はい、こんな感じ、クリップをゴムに刺しておりまして、ここの折り返しだけが中に出てくるようにしています。なんかついちゃってますけど、こんな感じでね、最低限のデコボコで、このピークリップ使ってますけど、これを小さいものにしている人もいて、干渉を少なくするように皆さん工夫されておりますというところなんですけども、私も以前こうやって使っておりましたが、ちょっとねこれ気になるんですよね。これが結構気になっちゃうので、まあ実際パチッといければいいんですけど、ちょっと怖くて、私このままで使ってたら、ちょっと気になっちゃうっていうのがあって、今、両方とも元に戻しておりまして、こちらのね、今、外に出しているの、先ほどお話ししましたように、この動画用に外に出しているだけで、実際には中に入れて、最初の状態、で使っております。やっぱりね、最初の状態でデコボコがなかったらいいなってずっと思っているわけなんですよ。それでね、このゴムバンドのこのデコボコの部分だけへこんだあんこ、ちょっと言い方が良くないですね。なんかここに切り込みがある厚いもの、下敷きをね、入れたらいいんじゃないかと思って、今回作ってみたんですよ。で、あらかじめ言っておきますと、だいぶいまいちなものが出来上がりました。それなんでかっていうと、お団子の大きさが思ったより大きくって、だいぶ厚いあんこをね、入れないと、平らにならなかったんですよ。まあそれがね、今からお見せしますけど、これね、ここの部分、これこんなに厚いあんこスペーサーですね、こんなに厚いスペーサーを入れなければならなかった。だからその意味のないこの厚みの、まあボール紙で作ってたんですけど、これを挟んで持ち歩かなくちゃいけないっていう状況になりまして、ちょっとだいぶいまいちだなって思っているものがここに出来上がっております。作り方といたしましては、100均のボール紙、これですね、これ今切った後なんですけども、これを何枚も重ねて、ゴムの位置だけ穴を開けて厚みを出して挟んでいると。いや、もういい加減お見せしましょうか。はい、こういうものですね、こういうもの、このへこみの部分にゴムが入る。これで暴れちゃうので、うまく入れてあげないといけないです。こうやるとライティング的にいいかな。こうやって入れて、それが5枚分ぐらいの厚み
プラスこの平らな部分、平らな部分に2枚入れて、その上からねこう書いて圧をかけても逆に窓のところがへこまないようにしておりまして、これをねちょっと外しましょうか。このメモ帳を外して、ね、マステでつけてますけど、これ外して、まあ、こんな板ですよ。こんな板。ボール紙にね、この色じゃと思って、クラフト紙っぽいマスキングテープをね、貼ってみたら、なんか段ボールなんだか、クラフトテープ、ガムテなんだかっていうような仕上がりになってしまって、慌ててここにシール貼ってるんですけど、このぐらいの厚み、このぐらいの厚みを用意してこうはまるようにしているんですね。でこれがね、だからその何にも使えないじゃないですか、このスペーサー以外何にも使えないので、ちょっとね作ったところでですよ、ちょっとまたはめましょう。貼りましょうね。よいしょ。おっと。こんな感じ。こんな感じでやってね。もうね、もう全然、平らなんですよ。きれいに平らにできてはいるんですね。きれいに平らに出てきているので、このスペーサーの機能、自分の意図するように作れてはいるんですよ。作れてはいるんですけどね、でって感じじゃないですか。今ちょっと貼ったところがずれちゃったかな。もうちょっと外側かな。これもね仮付けなので、一回ちょっと剥がしちゃうとなかなか合わせるのも大変なんですが、まあ今こうですね、こうあって、ここがまあゴムのねこの角度次第になっちゃうので、一応こうしておいて挟んで使えますよとは思ってるんですけどねこれでって感が多いじゃないですかこれだけですよ。つまりはそのこのリフィルとほぼ同じぐらいの厚みのただのスペーサーをここに挟んでいるという話で、どうなんだろうってという感じなんです。うん。で、これ作ってる時に、まあ、この作り始めて、枚数ね、このクラフト紙を枚数重ねてるあたりで、思ったより熱いぞってね、思うわけですよ、当然。で、そうかって思いながらも、一回手をつけちゃったもので、まあそれでも最後までやってみようって思って、この状態が出来上がって、確かに機能はしている。だけど途中で気づいた通りの結果になりましたというところです。それともう一個ね、実は欠点があって、これこの分計算に入ってないんですよ。ここね、こうやって出したら、この分が、この外側のゴム分が計算に入ってない。結局ちょっとこう、反るんですよね。これの持っていき方にももちろんよるんですけど、結局は外側のゴム分、デコボコしていると。だいぶマシですけどね。実際こう、今ここで触ってみて、だいぶマシなんですけどね。それはうまくいってるんですけど。しょうもないもん作ったなって今回は思いましたとね、自分でまあしょうもないなと思って、これで終わりかっていうと、実はちょっと第2弾も考えておりまして、どうにかね、この使えない物体じゃないものにしようと思っていて、今二つ考えがありまして、付箋をね、こうやって貼ったらどうかとか
り、あとこの枠のあるリビル作っちゃったら面白いんじゃないのとか思っていて、それだったら使えるじゃないですか。一応くり抜いてはあるものの、いやどうかな、それはどうかな。はい、そんなことをね日々考えておりまして、実用で言うとまあこの方法がね一番楽でいいとは思うんですよ。もうちょっと綺麗にトリミングしてね、こっち側、まあでもここか、ここ結び目もうちょっとこの辺に調整するといいのかなとかして、短く切ったらいけるんじゃないですかね。このゴムもね予備がありますので、失敗してもまあいいですし、その今後長さの調整とか、例えば今ペンホルダーに合わせて少し緩くしてますけど、ペンホルダーなくした時の調整がその切っちゃったことによって難しくなるだったら予備のに変えようかなとか、いろいろこのゴムデコボコ問題今後もですね考えていきたいと思います。最初の頃みたいにねリビル外して書くのが一番なのかもしれませんけどね、ちょっとこのまま研究を続けて新たなスペーサー、新たなフラット装置をですね書くときだけそれが展開できるようなこともどうにか考えながらやっていきたいと思いますといったところで、今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルではこういったトラベラーズノートのお話、文房具に関する非常に細かいどうでもいい話をしております。今後も話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルは書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルもぜひご視聴ください。また X、Twitter と Instagram もやっております。ハッシュタグ書房図、ひらがなで書房図で視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。